ヤッコくん、はい、チャチャくん、はい、リーヤくん、はい、シーネくん、シーネくん。先生、僕のことはシーネちゃんと呼んでください。ああ、そうだったな。次、おりんちゃん。おりんちゃん？そんな子知ってるか？そう、何言ってるの？ずっと同じクラスじゃない。見たことないよ。当然よ、おりんちゃんは忍者だもの。忍者？おりんちゃん、返事はどうした？はい。よし、おりんちゃん、出席。なんで天井にいるの？当然じゃない、だって忍者なんだから。そういうもんなの？そういうもんよ。そうゲス、お前の部下はまだチャチャを倒すことができんのか。申し訳ございませんゲス、しかし今度こそ必ずチャチャを。お前の部下は信用できん。ご安心を、今回は部下を使いませんでゲス。何？これをご覧ください。おお、それは妖刀虎徹。この虎徹は悪のオーラを持つ妖刀、手にしたものを悪い奴に変えてしまう力を持ってるでゲス。なるほど、これは面白そうだ。はい、今度こそチャチャの最後でゲス。ということで、これはこう、これがこうの、それがそうの。すごい、全然気がつかなかったわ。かなり名のある忍者だな。リーヤ、何があるって？私の授業中に居眠りとは許さん。いって、うん、危ない。あの、もしもし。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。リーヤくん、一緒に帰りましょう。話せよ、俺はチャチャと一緒に帰るんだよ。ダメ、リーヤくんは私の恋人なんだから。誰が恋人だ。そんな、ひどいわ。私とのことは遊びだったのね。およ、誰が。所詮は子供のままごとね。やっぱり恋は大人のひとといよ。てなわけで一緒に帰りましょう。いやよ、ヤッコちゃんのお目当てはセラビー先生なんでしょ。ピーだ。まあこの子ったら私たちのことに嫉妬してるのね。私とセラビー様の間にあなたの入り込む隙間はないのよ。胸がドキドキして顔が赤くなっちゃう。もしかしてこれは何かの病気かも。あらあらあら、あなた、そんなところで何をしているの？先生、いつの間に。まあまあまあ、そんなところにいると風邪ひきますよ。早くお帰りなさい。はい。あなた、あらあらあら、あの子の瞳、恋する女の子の瞳だった。毎日しつこくて、このままではいけないわ。直接会ってこのドキドキの原因を探らなきゃ。何して遊ぼうか。しりとり歌合戦なんてどうですか。今だ。どうしましょう、相手を間違ってしまいましたわ。おりんちゃん、どうしたんです、こんなところで。あの、こんなところで会うなんてすごい偶然ですね。待てー、やーとか言ったろお前。どうしたんです、その怪我。事情はわかりませんが、早く手当てしないと。そうだ、うちに来てください、すぐ近くなんです。ここが私の家です。さあどうぞ。家、まさに忍者の家ですね。はい、でも気をつけてください、
うちにはいろいろな仕掛けが。あ、わー、面白い。変な絵。あ、ちょっと気をつけないと。あ、チャチャさんとリアが。大丈夫。え？うちは忍者意識だから、あちこちに仕掛けがあるんです。な、何？この屋敷は秘密の忍者屋敷じゃ。その秘密を知ったからには。何？ダメ！やめて！この方々は私の友達なの。あ、そう。ご学友でござったか。ガガガガ。こちが。もう、おじいちゃん無理するから。いやは失礼したでござるね。おりんが友達連れてくんの初めてじゃったのでな。おじいちゃんは世界一と言われた忍者なのよ。世界一？じゃあセラビー先生と同じね。うん、同じ同じ。まあ何もないが一緒に夕食でも食べてってください、ディナー。わー、いただきま。ん？遠慮しないで食べてください。食べろって言われても。これ何？これは特製の忍者丸です。これを食べると3日は何も食べずにいられるの。あ、ん？ってことは3日間何も食えないってこと？3日分の食べ物ってショートケーキとクッキーとパンナコッタとハンバーグとスパゲッティとサンドイッチとラーメンとラーメンとラーメン。それじゃあね、バイバイ。はい、バイバイ、またね。なんじゃい、ため息なんぞついて。それが変なの。シーネちゃんの顔を見ると胸がドキドキして顔が赤くなったりするの。なになに、それはもしかして？おじいちゃん、どうしてかわかるの？それはもしかすると。もしかすると盲腸かもしれん。盲腸？いや、身長かもしれん。身長？いや、体重かもしれん。体重？いや、怪獣の方かもしれん。ここは何人も知らぬ忍者屋敷、それを白昼堂々と訪ねてくるとは。さては。はい、ないだ、宅配便で三角をださい。はいはい、ここでいいでござるか。ないだあり、ご苦労さん。はてさてはてさて、一体何でござるかな。これは一度手にすると呪われてしまうと言われている妖刀虎徹か。うん、しまった、持っちゃった持っちゃった持っちゃった、どうしようどうしよう。おじいちゃん、どうしたの？おじいちゃん。社長、社長を殺す。社長を殺せと命令が下ったのでござる。忍者にとって命令は絶対。でもチャチャさんはシーネちゃんの。まだわからぬでござるか。それも敵の作戦じゃ。お前の気を引いて戦う気をなくそうとしたのでござる。まさか。もうよい、わし一人で行くでござる。見たか、真剣白羽鳥。長野郎、半分じゃねえか。
やるな小僧。あはぐはぐ、だがこの手裏剣がかわせるかな。そんな手裏剣簡単に避けてやる。かなそうかな。に向かって入ら。どこ投げてんの。お球投げ。こんなのありかよ。ありかい。じゃん、それで最後でござるな。いや、なんとかしろよ。なんこと言ったって。諦めろ。かくんは。こちが。こちが。大丈夫、おじいちゃん。まったく年寄りの麦茶だぞ。冷や水。痛い。おじいちゃん。おりんちゃん。おりん。わしゃもダメ、あとを頼む。いやー、違う違う。やっぱりおじいちゃんが言ってた通り、あなたたちは敵だったのね。じいちゃんをこんな目に遭わせるなんて許せない。なんか不公平なものを感じるよな。やっぱりダメ、私にはできないわ。こら、言ってることとやってることが違うぞ。おりーん、敵を取ってちょうだい。おじいちゃん、さよなら、しんねちゃん。不公平なものを感じるぞ。なんでかしらね。さあ、これで最後よ。覚悟。ちょっとそれはあんまりじゃ。俺って頭いいなあ。ちゃちゃ、作戦。やっぱり胸がドキドキするのはあなたたちの作戦だからね。許さない。なんだこれ。ヨロニョロ、ヘビ花火ですね。おくれちゃん、滑り込みセーブ。今日はセラビー様いらっしゃらないかしら。リーヤ君遅いな。ふん、あのガキジジイ趣味。なんだって。何がよ。ひどい目にあったぜ。でもおかげで逃げることができませんでしたね。さあ、これが最後よ。今度こそさよなら、シーネちゃん。行け。何？ドアですね。これは伝説の忍術トイタ返し。一体誰が。お姉ちゃん。おりん、腰さえ痛めてなければこんなやつも放て。痛い。かっこいい。おじいちゃん後ろ。じゃんけん、ポン。はい、ポン。あれ、わしはこんなところで何をしてるのでござるかな。おじいちゃん。おりん、わしは一体。あなたのおじいちゃんはあの妖刀虎徹に操られていたのですよ。え、本当？うん、わしとしたことが一生の不覚でござる。それじゃあシーナちゃんは。敵なんかじゃないわ、みんなお友達よ。よかった。
ごめんなさい、シーネちゃん。いや、分かってもらえればいいんですよ。あ、俺が一番ひどい目にあったんだぞ。あ、リーヤさん、チャチャさんも本当にごめんなさい。だけど俺ばっか狙ってなかったか。気のせいだよ、気のせい。ねえ、チャチャさん、気のせい、気のせい。そっかな、猫。虎徹の妖力がガマを操ってるんでござる。かくなる上は拙者が責任を持って。痛い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 。おじいちゃん。そこまでよ。この学園で乱暴狼藉は許さないわ。目には目を、歯には歯を。学園の正義は私たちが守る。なんだあれ。私たちは噂のあれをこの場で。ちょっと何よ、そのダッサい名前は。あんたのよりはよっぽどいいわよ。なんですって、私の方がいいわ。そうだ、私の方が。私よ、私、私だってば。もう何でもいいからやっつけるなら早いとこやってくんないかな。ですね。てなわけで、あ、抜けかけ。私の作った魔法の薬、どんな化け物も一発で眠らせる、ヤッコ印のスヤスヤモンスター X4。 さあ、ほっととおやすみなさい。まあこんなもんでしょう。私の出番ね。あいつの刀は一本じゃない。それならマリン、バリリン、いでよ刀。雨あられとあいつに降り注げ。やっやっやっ、えっ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 、とんとん。手ごわい。それはやっつけるじゃなくてつっつけるでしょ。かくなる上は、この程度の相手、私が出るまでもありませんわ。あんたたちで十分よ。ってことで、あとはよろしくね。シーネちゃん、いかん。やめて。どうやらお兄ちゃんの言葉はガマさんに通じませんね。こてつね。それではごきげんよう。おさらばですわ。さようなら、セラビー様。ああ、愛するセラビー様、遠くから見れるだけで幸せ。え、セラビー先生じゃないわよ。あれはただの通りすがりの仮面の忍者さん。ああ、
聞いてない。うわ、何よ、私なんて恋するリーヤ君のこと考えると胸がドキドキもするわ。やめてよ、何すんのよ。え、恋愛って胸がドキドキしたり顔が赤くなったりするの？そうよ。やめてそうか、これって恋だったのか。盲腸じゃなかったのね。あんな、はい、そうとも言うな。恋ね、恋。そういえばわしもばあさんと出会った時は胸がドキドキ足がガクガクしたもんだね。何しろばあさんと来たら忍者中一番の美人って町中の奴らが憧れとったからね。半蔵さつき、才蔵も持ちなんか。おおです、また失敗したようだな。私のせいではございませんでげす。それもこれも虎徹の妖力が弱かったわけでげす。その言い訳も聞き飽きた。この次も失敗するようなら今度こそ刀の錆にするぞ。一つ、知らない人を家に入れない。二つ、火遊びはしない。三つ、お家を壊さない。心配しないで先生、お留守番の